南大学と言いましたね。あ、ごめんなさい、私ボランティアの福山松子と言います。お世話になります。あの専門家というわけではございませんので、はい、基本的なご案内をさせていただいて、はい、よろしいですか。はい、どちらからですか。名古屋です。はい、名古屋です。名古屋。名古屋からですか。はい、ようこそ、ありがとうございます。名古屋にもね、あちこちに遺跡があるようですけどね。山の方が北です。あ、これが北ですか。はい、セフリ山っていう山が一番高いんですけど、はい、あの山を越えると福岡県になります。あ、そうですか。南には有明海です。今では20キロほど遠くなっておりますけど、はい、弥生時代は海は5キロくらいだったようです。色が20キロほども南へ行きましたね。あ、そうですか。いろんな理由はあるんですけどね、津波が来て奥へ引くということも考え方の一つかなと思っております。このエリアですけれども、はい、あちらの鳥居からですね、はい、下の方に通路が見えますね。通路、はいはい、このエリアは南大学と言います。はい、住民だったようです。腕のいい職人さん方ですね、あちらの方で施工するという、そういう政治が弥生時代に流れてたようですね。あ、そうですか。それからもう一つ見ていただきたいとこがあります。小さな倉庫の屋根がちょっと見えにくいですけど、はい、倉庫の屋根の向こうに北墳丘墓というエリアがございます。はい、ガラスの飾り玉ですね、などがたくさん見つかっているので王のお墓じゃないだろうかということで、1100年ぐらい前に14代はちょっと多いとは考えられるんですけどね、まあ王に近い方のお墓もひょっとしてあったんじゃなかろうかと推測されますけれども、ね、倉庫とお墓があった、はい、ありがとうございました。Thank you.